童話館は子供の本を専門とする日本の書店。1981年12月に現代表、川端翔の父親である川端毅が子供の本の専門書店として設立。翌1982年から遠方の顧客のために絵本、児童書の定期配本システム、ブッククラブの運営を開始。読者となる子供の年齢に応じた配本コースを 複数用意し、病員、郵便局、自治体の子育て支援機関に小冊し、絵本のある子育てを置かせてもらう形で新規顧客を増やしていった。絵本の選択並びに小冊子の内容には、代表者である川端の選択眼と絵本感が強く反映されている。当初は、機関書籍のみを扱っていたが、絶版になった絵本を復刊するため、 同和館グループの一翼として1995年に株式会社同和館出版を設立。絶版絵本や外国語絵本、CAP 関連書籍などの出版を担当している。1999年、同和館グループは大浦天主堂やグラバー園のある南山手町に祈りの岡絵本美術館を設立し、書店部門も市の中心部から美術館1階へ移転。 2001年、童話館、設立20周年記念として、子供の平和と生存のための童話館基金を設立。アジア地域で、子供と女性に関わる事業への支援などを行っている。2008年からは年に1回、会員及び購読歴の長い元会員も、対象とする年間雑誌、紙宜を発行している。2014年、今日の死去に伴い子則の章が2代目代表に、 就任した。株式会社童話館出版は、長崎市にある出版社。代表、川端章。資本金500万円。童話館グループの子会社。子供の本及び幼い子供を持つ保護者向けの書籍を、専門とする。童話館初代代表の川端つよしは、絵本の定期配本システム。 同和館ブッククラブを運営する中で、絶版になった絵本の復刊を目的として、1995年に株式会社同和館出版を設立。現在では、絶版絵本の復刊だけでなく、外国語絵本の翻訳や、新刊書なども出版している。200点を超える観光書籍は、一般書店でも取り扱いはあるが、同和館グループの定期配本システム。 ブッククラブでも配本される。美術館、書店部門の建物。祈りの丘絵本美術館は、絵本原画の展示を専門とする美術館。1999年、童話館グループによって設立された。大浦天主堂やグラバー園のある南山手町のグラバー通りに面して立つ。入場無料。建物の2、3階部分が美術館で、1階部分には、 同和館の書店部門がある。対象は会員歴が通算3年以上の元会員。ありがとうございます。